フォード・イド・エンジンはアメリカ合衆国の自動車メーカーであるフォードが2004年から製造している自動車用ディーゼルエンジンの系統であるフォード・ライオンエンジンとも呼ばれる開発のかなりの部分がフランスの自動車製造グループである PS8 の合弁事業で行われたフォード・イド・エンジンが搭載されたレンジローバースポーツ1999年 PS8 フォードは ディーゼルエンジンの共同開発に合意した。フォードイドエンジンはこの合弁事業から生まれた系統のうちの一つである。2004年に2.7リットルノブ型6気筒モデルが、後に3.6リットルノブ型8気筒モデルが登場した。共通の特徴として、シリンダーブロックに薄肉化に適したコンパクト黒塩中鉄 CGI、ダクタイル中鉄も参照を採用し、 シリンダーヘッドはアルミニウム合金製で、気筒あたり4本のマルチバルブ DOHC とするなど、軽量化と高効率化に注力されている。またコモンゲール式ダイレクトインジェクションも採用された。講技のフォードデュラトルクエンジンシリーズの一員でもある。フォードイドエンジン系列の最初の製品である。V6 は PS8 の合弁事業で生産される。 2.7リットルと3.0リットルの2つのバージョンがあり、2つのターボチャージャーで加給される。ジャガーに搭載された最初のディーゼルエンジンでもある。ランドローバーにも搭載され、LRTDV6 と呼ばれている。ジャガーは1989年、ランドローバーは2000年から、両社が共にタタモーターズに売却される2008年まで、それぞれフォードの子会社であり、一部ランドであった。 RGV6D2.7、編集2.7リットル版は、PSA との合弁事業で設計、生産された。PSA の車種にも搭載され、DT17 と呼ばれている。搭載車種、RGV6D Gen3、編集2009年、2933CC 版が登場した。内径ファイ 84mm、工程 90mm。圧縮比は16。 1である。PSA の車種にも搭載され、DT20C と呼ばれている。搭載車種、2006年、V 型8気筒版が登場した。2.7リットル版に、シリンダーが2本追加され、排気量は3.6リットルと4.4リットルである。エンジンの特徴は、V 型6気筒版と同一で、DOHC4 バルブを2つずつの、空冷インタークーラーと、 ターボチャージャーで下級する。ランドローバーでは LRTDV8 と呼ばれている。3.6、編集 3628cc 版が先に登場した。内径工程は2.7リットル版と同一であり、二気筒が追加されている。最高出力は 272hp、4000rpm。最大トルクは 640nm、2000rpm。搭載車種。 4.4編集2010年9月 4367cc 版が登場した内径ファイ 84mm 工程 98.5mm 最高出力は 313hp 4000rpm 最大トルクは 700nm 1500rpm 搭載車種ありがとうございます